スルスミ塚とは、梶原影末の愛馬の墓とされている塚である。日本各地に存在するものの、本校では、東京都大田区南まごのものを中心に解説する。スルスミは、梶原影末の愛馬であり、名馬として知られた。スルスミに乗った影末は、エは、1184年の宇治川の戦いで、やはり名馬の誉れ高い池月に乗る佐々木高綱と先人を争った。 スルスミを葬った場所と称するところは日本各地にあり、東京都大田区南馬込3の18の21にもスルスミ塚と称す塚がある。現在塚城には地元特殊家が混流した建築碑があり、塚の周囲には江戸時代の馬頭、観音の石碑なども残り、馬に関わる場所として古くから知られていたことは確かなようだ。塚の付近には スルスミが落命したという、駒落ちの谷や、四季の迫ったスルスミが炙りを落とした、炙宮に由来する、炙り坂がある谷の旧家の敷地は、地元では、古くから、梶原屋敷と呼ばれ、梶原景時の屋敷があったとの伝承がある。ただし、これらの意向や伝承と、実際のスルスミや梶原景時との関わりを示す、具体的な証拠はなく、あくまで俗説に過ぎない。 実は、戦国時代の1559年、後北条氏により編纂された小田原州所領役長には、大田康介を筆頭とする江戸州の中に、武蔵国真米に、梶原助五郎、道荒井塾に、梶原雛高みの名が見える。おそらく、戦国期の土豪梶原氏の自責が、後世、梶原景時と混同されたというのが、真相のようである。 万福寺境内の殿河寺原景時母も、景時本人のものではなく、戦国期の孫ご梶寺原氏関連の人物の墓と考えられている。墓石側面の名文には、景末の名が読み取れる。道母に関しては、江戸時代に編纂された、知史・新編武蔵風土紀行にも詳細に記述され、景時の墓とする俗説を否定している。同書には、 墓石側面の名文の全文が記録されている。現在では、墓石の風化著しく、名文の判読が困難なこともあり、貴重な記録となっている。一方、孫ごの殿下地原屋敷跡の地に、少なくとも戦国期の孫ご梶原じ市の館として、小規模な中世上閣、孫ご城が築かれていたことは、事実のようで、谷を降りる道を挟んで、 博物館の向かい側の谷北側斜面には、わずかに壇上の作兵地が谷頭から谷の下方の神社付近にまで確認され、孫ご城の移行の可能性が指摘されている。また、中世城郭の巨漢部分の名称であり、城郭地名としても知られる、小屋がこの谷のあざなとして残されていた点も、孫ご城の存在を示す有力な帽子である。 東京23区内で、猫屋地名が確認されるのは、今のところ、大田区のまごめだけである。このまごめ城及び城主梶原わ市については、城郭研究家の伊礼正夫が詳細に検討を加えている。満腹寺では、ごく最近、スルスミ像の建立や、殿かじ原影と規模の整備が、相次いで行われた。殿影と規模の破壊しも、整備の度ごとに若干場所が移動されている。 また、孫目には、梶原屋敷伝承の他に、梶原家原や梶原塚など、梶原市にちなむ地名や遺構がいくつか残っていた。梶原塚付近にあったという法教院頭が、昭和30年頃に満腹寺境内に移設、保存されている。なお、東京都大田区の専属池周辺には、明8月の伝説も伝えられている。 石橋さんの合戦敗北後の源の頼朝が池の付近に凍縮した際、池の水面に生える美しい春馬が現れたので捉え、池月と命名したという。地月伝説は関東各地に存し、専属池の伝承も俗説の一つに過ぎないが、大田区から品川区の一帯は都各源氏にまつわる地名や伝承が多く残る地域である点は興味深い。 すなわち、源氏ゆかりの孫ご八幡神社や源氏の白旗に由来した社号を有す旗が、岡八幡神社、殿下地原影時鬼神の心境や、伝源の頼朝鬼神の長髄子を伝える、武蔵国や渡草社の祝い神社などがあり、品川区中の部には、かつてのあざなとして、源氏禅の地名が伝わる。これらの伝承を踏まえ、大田区と隣接する品川区にある大井競馬場では、 毎年秋に、4月、スルスミショーという名前のレースが行われている。東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、九州地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方、東北地方、関東地方、中国地方塚城の、スルスミ塚の石碑は、昭和の初め頃、近くに住んでいた。 特使家が、スルス自らの伝承を後世に伝えようと資材で立てた、もの。塚の縁に立つ馬と、観音の石碑は、江戸時代まで遡る。新編武蔵風土気候まご村、万福寺梶原影と希望。伊礼正夫1976、城南の中世上官司その4、四四六号、大田区主編三室、77から85。 専属池近くの東急電鉄大井町線北。専属駅は1928年の開業当初、千月駅と称していた。ありがとうございます。